池田雄星は、江戸時代初期の備前岡山藩池田氏の家臣、天城池田家二代当主、慶長十年池田家,家老、池田義行の子として生まれる。玄奈元年幕府の承人として、江戸に下校し、江戸城で将軍、徳川秀忠に配越する。玄奈四年に、父、義行が殺害されると、代わりに、与那五城三万二千国と、出羽の名を相続して、 池田光政にろうとして仕えた。元那九年七月、藩主光政が将軍、家光に従い上落した際に友をする。官営五年、藩主光政と大御所、秀忠の養女、勝子の婚礼の際にご礼師として、江戸に下り、江戸城で将軍、家光に配越する。官営九年には、藩主光政が、 稲葉鳥取藩から美前岡山藩へと違法されたので、油性も美前国種物異常種に転じた。その後、一国一条例でこの城が破却されたので、天城に陣屋を設けて、そこに移った。慶安二年、藩主、三政の娘、丁子と一条京、タスクの根礼のため上京する。漢文八年七月一日に隠居して三男の、吉高に後を譲った。 文末画廊として、津田久市中東と対立し、三つ正に乙丸隠居を命じられたためである。その後は、天木で余生を送る。遠方4年に1月8日に死去。去年72。墓所は、天木池だけ墓所。なお、阿公藩家神の大石義明に嫁いだ娘の熊子は、阿公事件で知られる、大石義を生んだ。池田雄星の墓。ありがとうございます。